ケープコット運河鉄道橋、別名バザーズワン鉄道橋は、バザーズワンに面したマサチューセッツ州防雲にある垂直、小海橋である。ケープコット運河をまたがって、鉄道輸送を可能にするものであり、コット岬と合衆国本土を結ぶ橋である。橋の下を通過するアメリカ海軍のフリゲート、USS アンダーウッド、2006年、ケープコット運河鉄道橋は1933年に、 公共事業局によって着工された。設計は、ニューヨークの設計会社、パーソンズ・クラップ・ブリンカー・ホフ・ダグラス及び、マッキム・ミード・ドホワイトが、ケープコット・運ンガとケープコット・運ンガ鉄道橋の運営にあたるアメリカ陸軍工兵隊に対し行ったものである。 ケープコット運河鉄道橋の主島町は166メートル、上昇時の桁下高さは41メートル、おののの端部には1000トンのカウンターウェイトを使用している。ケープコット運河鉄道橋は1935年12月29日に開通した。1910年に建造された前代の戸部海峡を取り替えたものである。完成時点において、 世界最長の島町を有する垂直紹介峡だった。現時点ではニュージャージー州とニューヨークのスタテントを結ぶアーサー・キル紹介峡が島町170メートルで全米最長であり、ケープコット運河鉄道橋は全米第2位である。ケープコット運河鉄道橋を所有、運営、保守しているのはアメリカ陸軍工兵隊である。2002年、 ケープコット運河鉄道橋には大規模な更新工事が施された。総額3000万ドルでケーブル類、機械及び電気系統が交換され2003年に再開通した。橋を渡る鉄道線はマサチューセッツ州運輸局が所有しており、マサチューセッツ海岸鉄道及びケープコットセントラル鉄道が運営する季節限定の観光列車が使用している。 ケープフライヤー線もケープコット運河鉄道橋を利用している。2013年5月24日からボストン南駅と CCCR ハヤニス駅の区間で季節限定の客車の運転を開始している。ありがとうございます。